こんにちは、トコチャンネルです。今日は、交換便の募集をしたいと思いますのでよろしくお願いします。まずはファイルの紹介していきたいと思います。今回ね、一冊、まあ、こちらになります。高さがね21、横幅17の町っていうのかな、厚み 7.5 になってます。で、表紙こんな感じで、サイドはねこういう感じで、後ろがシンプルなんか特にしてますよ。前にごちゃっとさせてるんでね、なんかこれ色ついてなんでだろう。で、マグネットホックで開けます。今回こちらから行きたいと思います。ここね、クリアポケットになってて、今回ね折り紙貼ってないです。もう普通にスパンコール目立つようにしたいなと思って、特に何もしてないです、はい、中身もまだ詰めてません。交換される方もね楽しみです。でこちらはパタパタこういう感じにしてあります。今回ね、仕掛けをふんだんにしたいっていうのと、あと、かわいいチャンネルさんの仕掛けをふんだんに取り入れてます。はい。これはね、いつもやってるパターン、パタパタ。で、続きまして、こっちがね、こことここがね、かわいいチャンネルさんの、他にもあるんだけど、仕掛けをね、真似させていただいてます。で、こっちが、セリアのね、100均のもの使って、じゃん、クリスマスツリーのポップアップをしてます。で、ね、ここにねポケット、ここにポケット、あとここにもねちょっとしたものが入れるかなと思ってつけてきました。で続きまして、こっちをねここ持ってピッと開けてもらえれば飛び出しますクマちゃんが。でここも、ポケットになってまして、ここにもポケットに、なってます。こういう風にねなってます。で、上にもね、ここにもポケットつけてます。で続きまして、ここね、ここシンプルに2段のポケットで、今年はねちょっとシュガーさんの、デザペがねちょっとかなり気に入っちゃってて、いっぱい使ってます。でここはこれもね、かわいいチャンネルさんの仕掛けをね真似て作ってます。でマグネットで取り外しできます。でまあ一応乗っけて開けますけど、両方ね開いてもらうと、こういう観音開きの、これ分かるけど、ここで動いてる、開けると開きますというのにしてあります。でここにちょっとちっちゃいポケットつけてます。ね、ギリギリでクリスマスファイルって今日今撮ってるの20日なんですけど、ギリギリでね出来上がりました何か結局ねバタバタして。で次こちらがね、もう普通にね蓋っていうのを押さえとってもらえれば普通に入れるだけのポケットです。ここはニフワモコさんのペーパー使ってもらってます。で次こっちもね、かわいいチャンネルさんのセリアのねクリスマス用品使って作ってるポップアップです。じゃん、こういう感じが見えてるね、こういう感じでねポップアップこういう風になってます。でここにねまずポケットがあるのと、あとここにもねポケットしてます。であと蓋にもねポケットあります、いっぱいありますベースがみんな浮いてる。で次、あーやっぱ曲がっちゃってるよこの子。これね、一回閉じた時に曲がっちゃってからずっと曲がってるんだけど、折り目ついちゃって切っちゃおうかなあ、ゴミもし曲がってたらまた伸ばしてください。やっぱ切っちゃうと絵が切れちゃうしなと思うんで。でここは上にねスライド、下にスライドできるんですけど、まあ上にスライドしたり下から下のところからいきます。こんな感じでね、いろいろ貼ってます貼ってますってか、よいしょ、これねクリアポケットね貼って、で絵が見れるようにここ上に何にも貼らないでおきました。一瞬ねなんかシール貼ろうかなと思ったんですけど、ちょっとやめとこうと思って、たまにはシンプルいいんじゃないと思ってね
で、ここも同じようにね、よいしょ、こういうふうに、こういうふうに、こういうふうにしてます。で、これはね、この辺持ってこうやってスライドしてもらえれば、スライドしますので、こんな感じでお願いします。で、最後、よいしょ、ここは上にね、スライドしてもらうと、蛇腹になってます。で、下げてもらえれば、よいしょ、ちょっとね、ガタガタしてて引っかかることが多いんですけど、下げてもらえれば蓋ができますということです。で、今回いつもよりね、1枚ページ少ないんです。いつもだと5ページつけるんですけど、今回ね、マチを1センチから1.5に増やして、で、ページ1枚減らして4ページにしてます。だからね、この段階で、前はね、この段階でもうパッツンパッツンになってたのが、もう全然余裕あります、こういうふうに。なんでね、ちなみにページの、ここ、1ページずつこうポケットになってるんで、ここにも入れれると思う。ポケット入れて、普通のポケットのとこ入れてみないと分かんないけど、まあ、入れれなかったものに関しては別梱包でつけます。送りたいものね、全部、この中に詰めれるとは限らないんで、まあ、詰めれるようにね、めちゃくちゃ、隙間開けたっていうか、ページのね、間隔広げたんで、いけると思うんですけども。こういうファイルでもね、交換してあげてもいいよって方お願いします。トコチャンネル続きまして、応募条件言っていきたいと思います。まずね、1冊しかないんで、交換便するのは1名様募集ということでお願いします。で、あと交換していただくのは一応ファイルという形のものがいいので、まあ、一般的に言われるおすそ分けファイル、こういうのですね。あとジャンクジャーナル、あるいはジャバラファイルというものでお願いします。ローディットペーパーバッグ、アルメットペンパルポケット、あとポケットレターとかは今回はちょっとご自体じゃない、そういう方は ご遠慮お願いしますという形でお願いします。で、他には、それから、インスタの DM、あるいは E メールで連絡が取れる人でお願いします。そうですね、一応インスタのアカウントと E メールアドレスは、説明欄の方に書いておきます。で、それからファイルを、ね、交換する場合、先送りできる方、私の方から先に送るんじゃなく、先に送ってくださってから私の送りますという形で了承していただける方、それからね、お裾分けファイルに今一緒に送ってくれるものなんですけども、あくまでもお裾分けレベルの内容でお願いしたいと思います。例えば菓子折り買ってつけるとかはしないでくださいそのお金はかけないでください。手作りのね、もの、例えば、お裾分けファイル3冊作っちゃった、3冊送っちゃうっていうのは全然 OK です。それは別に過剰と思ってないんで、そういうのなら、じゃんじゃんお願いします。ただね、わざと買ってきて何かをつけるとかいうのは、ちょっとご遠慮お願いします。ね、やっぱ もらっちゃうとね、なんか返さなきゃっていうのが、私の精神的にかなり、こう、負荷になるんですよ。やらなきゃいけないみたいな。なんでね、あんまり自分で追い込みたくないもんで、なんかもらっちゃうと返さなきゃっていう意識が働いちゃうもんで、そういうのなしで気軽にやりたいんでお願いします。あと公開したファイルをね、 YouTube で紹介してもいいと、まあ、これ毎回言ってるんですけどね、まあ、こうやってね、動画撮って紹介してるぐらいなんでしたいですお願いします。あとは、そうですね、応募人数がもし1名様を超えてた場合、2名以上だった場合は抽選とさせていただきます。で、応募期間なんですが、この動画がアップされてから、多分今1月、いや1月じゃない、なんで1月っていうんだ、12月20日の今ね、14時過ぎに撮ってるんですけど、多分17時ぐらいにアップできないかなと思ってます。その編集なんて大したことしないんで、多分アップできると思います。で、そこからアップしてから、12月22日、明日、明後日、今言っても多分ね、12月22日水曜日の夜の、21時、夜の9時ですね、までとさせていただきたいと思います。前はね、結構23時、まあ、日にち変わるまでって言ってたけど、私起きてられないんで、
夜苦手なん、苦手って言われば結構夜中作業してるんですけどね、まあ、起きてないこともあるんで、まあ9時だったらまだ起きてられるんで、ギリギリね、ギリギリじゃないか、うん、なんでそこで締め切りさせてもらいたいと思います。あとね、あの交換募集して、あの今送るファイルがないっていう方ももちろんいると、まあ届いた方が圧倒的多いと思うんですけど、あのそういう方にあのその交換すぐしてっていうわけじゃなく、あのちゃんと時間たっぷり取ってもらって全然構わないです。あの基本ね、あの締め切り期限なんてないです。その送り返し、あの送っていただくのいつまでっていうのはないんです。ないんですけど、あのまあご存知の方はご存知だと思うんですけど、去年のねバレンタインファイル、今年だ、じゃあ去年のねバレンタインファイル1年待って結局交換できなかった方が見えて、その時にあの、まあ、住所とかもわからないから、もうあげようと思って送ろうと思っても、その全然連絡が取れなかったし、住所もわかんないで送れなかったんで、さすがに1年間そうやってねちょっと放置されてるとこっちも不安になるし、しかもファイルの行き場も困るし、うん、それで、ね、何回かこっちから連絡取って進捗状況は聞いてたんですけど、うん、まあそれだと結構ね、私のもずっと気にかけなきゃいけないしっていうのがあるんで、その期限はもちろん決めないんです。長期間でも構わないんです。ただね、あの長期になる場合だと月1ぐらいで、あまだ全然できてないですっていう感じの連絡もらえれば、全然あ忘れられてないんだっていう安心感があるんで、まあ、今回ね最悪あの応募フォームの方にね、いつも応募してくださってる方は分かると思うんですけど、ちゃんと送り先書いてもらってるんで、まあ、最悪こっちからも送れるっていうのもあるんですけど、まあ、一応交換をメインとしたプレゼント企画じゃないんで、交換便の募集ってことなんで、一応交換する意思のある方ね、お願いしますということでね、あの一応ね月1ぐらい、まあ、時間は本当に半年1年かかっても構わないです。定期的にね進捗状況を連絡してくださる方にお願いしたいと思います。そして応募方法は毎度おなじみの応募フォーム、リンク貼っておきますので、説明欄のリンクのここから飛んでいただいて、そこにこう記入漏れのないように漏れてるとすいません、あのエントリーなし、まず応募件数が少なければね、エントリーあのちゃんと十分入力されてないと思ったら、その方にね連絡先が分かればよ、分かれば連絡して漏れてますよ、入力し直してくださいとかできるんですけど、もう本当あの連絡先の漏れがあった場合はもう連絡もできないんで、基本はねエントリー漏れ、あー入力漏れしてたらエントリーノーカウントっていう形にプレゼント企画もされてさせてもらってるんで、まあ、それはねそういうことだと思っててください。だから一応ね入力漏れないようにあの応募してください。ということでね、これって、あの、こういうファイルでも全然構わないよっておっしゃってくださる方はね、あの、よかったら交換よろしくお願いします。はい、以上で終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。